12月31日まで毎日ライブ配信チャレンジ今日も聞いてくだよ見てくださりありがとうございます今日はね投稿にも書いたんですけど嬉しい出来事がありましたフラーを私の教室ではなくて違うところで習っている方で私のホームページを知りそして その体のことに興味を持ってきれいに踊れるようになるにはと来てくださいましたその方とお話をしていて体を触らせてもらって気づいたことがたくさんあります私も以前そうだったんだけれども自分自身の体のことを分かっていないんですよね自分の体の感覚どこで 立っているとかどこに力が入っているとか背中の感覚だったり足裏の感覚だったりいろんなところ、ね、それこそねフラを鏡で見て踊っている時で例えば自分で踊ってそれを動画で撮った時以前は私もそうだったんですが自分が想像していた踊りと動画を見た時と全然違ったんですよね。それって 自分が思っている手の位置とその客観的に見た時の位置が違うあっキちゃんこんばんはすごい珍しいリアルタイムありがとうございますそうそのね実際自分がの手の位置がどこにあるかっていうのと想像してるのと実際が違うってうことがもうよくあることなんですよ。だから 動画を撮った自分の踊りを見てあれ私はここに手を上げてるつもりだけど違うところに上がってるみたいなことが私も昔はよくありました。それは本当に自分分のの体のことを分かっていないってていいなんですよ、ねね、あの普んはね心のこうこの気内面を整える方のお話もしていますが。 体のことも自分の体の声を聞いてあげるってめっちゃ大事だなって今日改めてお客様と接ししながら思いましたそして両方どっちらかののアプローチででもいいと思うんですよねその内面から自分の中を見ていって自分を知っていく方が楽しい人はそこ,そこからスタートしたらいいし体を知って体を変えることで気分が 明るくなり楽しくなり、あの日常が楽しくなるっていう。体からアプローチするのもありだし、自分が得意な方からね。自分と向き合うのがいいんじゃないかなって思いました。そして、えー、今日はね。あのどこをこう皆さんにお伝えしようかなと思いまして。えー、昨日かな？えっ、ー、と皆さん素晴らしい。 自分の中に素晴らしいものを持ってるんだよってお話はしたんですけどその素晴らしいものを見る前にどうしても何か溜まっているものとかそれを表現している章があったのでね今日はそこを読ませていただきますね心の砂出しが大切しじみやあさりなどの貝をいただくときはまず貝を 塩水に浸して砂出しをします貝の美味しさをたっぷり味わうには欠かせないプロセスですまた真珠貝であれば砂出しをしたその奥に神秘的に輝く真珠を抱いています人の心にも貝の砂のように不要なもの不快なものが入り込んでしまいます母親から小言を言われる上司から筋の通らない命令をされる 知人の心ない一言に傷つく、誰かの欲得のために利用されるトラブルに巻き込まれるなどイライラの原因は日々至るところに散らばっていますそれらが心の中に積もっていくと気力が弱まってその人がもともと持っている良い性質や優れた考えを発揮できにくくなりますせっかくのおいしいアサリが砂を一緒に噛んでしまったために 台無しししししにににななってままうよううよよものののでです和文で会のす和は砂砂出出と同じように心のすしを大切にします話し手が仕事や生活の不平不満や他人の批判愚痴を言い出したとしても聞き手は話を遮ったり話し手を否定したりせずに全てそのまま受け止めます不満や愚痴を聞き続けるのは楽しくありませんし気疲れしますがそんな時こそ 絶対尊敬と完全沈黙が重要です苛立ちやストレス欲求不満などが心に残っていると話し手は良い部分を思うままに生かすことができません話し手の理想像もそれらの一番奥に潜んでいるのですまずは抑圧的な感情を全て出し切ることが肝心ですネガティブな感情を吐き出し 吐き出し切った後には話し手の心の奥底に眠っていた輝きや理想像が見えてきますそうなると今度は話し手も聞き手の話を受け止めてくれるようになります相談ごとを持ちかけたい時などにも実りある話し合いがしやすくなっていきます胸の悪くなるような話を聞いた時あ、心の砂出しが始まったと受け止めると 温かくおいしい貝や美しい真珠を思い描きながら心の砂出しを見守り話しての良さや理想像が現れる瞬間を楽しみに待ちましょう。ね、ここをあの読んだ時にねこう話を最後まで聞く相手が相手の輝きを信じきって聞くそれをね こうさせてもらうようになって本当にあの周りも変わってきたなぁと自分自身も変わるし周りも変わってきたなと思いますあっ新市さん今そのあたり読んでるとこわーすごーい嬉しいですすごいそうなんですよねなんか本当に学びがいっぱいこれはあの本当にね学問というか学びなんですよね でえっ、ー、と最近ねこのライブ配信最近じゃないですねもう40何日ライブ配信をさせていただいて和モンを学びたいって言ってくれる友達があの連絡をくれてあの一緒にねやるようになってます。で、あのー、これはそれこそ、えー、といつもお伝えしてるんですけどなんかこれを。 えとスタートしたらなんか私に得があるとか何か私に割引があるとかなんかそういうものでは全くないです。純粋にみんでこの作られたブちゃんがねそれこそ小学校とか学校にもね以前はお話ししに行っていたっていうようにこのベース本当に生きていく上で根底となる部分 の考え方だったりするのでそれをみんなが知ったらね楽になるんじゃないかなっていうのでお伝えしていますそれで一緒に学んでみたいって言って連絡をくれたりするとね私はとっても嬉しいですなんかあのー、伝わってるんだなーっていうことがとっても嬉しくなりますあの月定期的にね大阪でもやっているので講師の先生をねつなぎつないで 一緒に学んだりできますのでいつでも興味ある方は連絡くださいね私は心の方のあのー、勉強も好きですしお仕事とさせてもらっている体のことと向き合うのも大好きですやっぱり心も体も自分がね楽しく健やかに生きていくのに大切なものなのでそこはずっと あの見つめていく取り組んでいいくこととじゃないかなかでもそのしなければとかは絶対にこうなんだろう,こうしんどくなるのはもう絶対違うので本当にゆるゆるとねゆるみながら楽しくがいいと思います。でそうだなあの最後にそうそうさっきあの今日ね投稿したそのフラをね自分で自分の踊りが好きになるっていうのを かなその夢を叶えませんかっていう投稿を私したんですけどそれって人と比べなくなったっていうのもめちゃくちゃ大きいです私は以前はもう素敵な先生方がいっぱいいらっしゃるそういう先生たちを見ていると私なんてまだまだって言ってずっとそうやって思ってきましたで、そこの人と比べるっていうことは必要ないっていうことを 自分の中にそこが入ってきたこの輪も学ぶ中で人と比べる必要はないんだよっていうことを自分の中で受け入れて出て自分の踊りがあ気持ちよく踊ってるな素敵に踊れるようになったなって自分で思うようになりましたなのでそのそういう部分もね体の部分体をしっかり学んで取り組んでるっていうのもありますしそうやって気持ちの面からね 楽になっていくっていうのが両方がマッチして相乗効果で成長していってるんじゃないかなと自分で思っています今日は長くなりましたが見てくださりありがとうございますそしてこの後見てくださる方いつもいつもありがとうございます視聴回数がね本当に70回100回っていう視聴回数になっていることに私自身本当にありがたいなと思っています まだまだこうおしゃべりがね上手ではない部分がありますが何か一つでも皆様のお役に立てていれば嬉しいです今日も見てくださりありがとうございましたまた明日お会いしましょうおやすみなさい